意味がわからんこと言うがやめてくれんか。いや、忘れたもん。何が。いや、お前俺の下僕やったやろ。いや、東京で下僕宣言したやんけ、4人ほど。下僕 B のはずやぞ。誰が離れてくんよ。離れててないわ。あれどこ行ったんやろな。もう全然知らん。藤井はどうしたんよ。藤井は何するのかな、マジで。何年か前になんかもうハゲ散らかした藤井をイオンで見たけど、それっきりやわ。そうそうそう、養子やからね。自動車やな。俺知らんねえぞ。あいつでも日産辞めたんじゃん。あ、定年で60で定年なんか。アルバイトじゃねえやか。だってあいつあれ一本やから、60でさ、はい、さよならってわけないやろ。あの整備士は今引っ張ったやから。うん、だってもう全然おらんもんな、今世の中。 3K 嫌がってで、うん、整備士の給料ってそんな高いのじゃないから。そやそや、あんまやりたがらんもんな。あ、ところで話変わるけど、うん、俺あのマックのセットでいいじゃん。は？お前は何を言ってるんだね。あのね、スーパースターの私にごちそうさせていただけれるっていうことで感謝してもらわんにゃん。何を？今マック俺にだからお前にマック献上するいうことはドブに金捨てろって言っとかって一緒やぞ。君は何を言ってるのかね。運はないわ、それは認める。いや、意味やがない、やめてくれ、あの動画に出せんようなから。はい、働くなよ。お前こそ、お前もいつまで働くの。いや、俺ほら、もともと何だかさっき一個もないわ。お前、いい加減なこと言うなよ。裏でお前やめてくれ、変なこと言うが。お前、真に受けられたら困るやろ。とりあえずこれ、俺の分だ。お前の？スパイダーマンの分だよ。でも原作の漫画で一緒に撮れるかもな。いらんやろ。今度の別に、マーブルシンガーっていうのが、この辺に決まりだ。同じ。8位じゃダメや言うて。7時45分ぐらいに蛍の光流れとったからさ、前来たわけ。コロナの第何波なのかわからない。11波やろ、知らん。何波かは 俺にもわからん。
うん、これ動画撮りながら食うか無理やな。あ、お前で、なんだ、紅麹のせいにしたりとか、コロナワクチンかもしれやろ。本人は声優引退したよ、うん、だけど一応ジャッキー・チェンのなんか新作映画だけは喋るとか言うて、うん、some of it's funny, some of it's emotional, you know, it's just got a mixture of things.